350円あげる。350円。おい、男の子は出てんぞ。分かってんだよ。今のこの状況あったらもういろんなとこに食べに行きたいもん。このあったかいのも気持ちよくてすごい癒されるんですよ。作りがなんか日本っぽくなくない？買ってよかったね、ほんと。この後ひちゃつきます。大変。こんばんは、元男の子のアキカノンと。こんばんは、わたるです。今日はわたるくんお泊まりに来たということで。久しぶりに泊まりに来ました。ラブラブナイトルーティンですか？ラブラブしていいんですか？いや、もうラブラブしましょうよ。丁寧に入れていきます、うん、うわ、いい匂い、うん、いい感じ。やっぱ才能あるかも。鍋つゆ入れるのに才能いる？青木家のキムチ鍋はキムチが具なんですよ。前でも一緒にキムチ鍋動画やってるんだけど、俺はほんと革命的にうまいでしょ、うん、あんまりいなくない、こういう食べ方する人。キムチ鍋が元だからさ、元つゆだから具は入れないでしょ。ナイトルーティーンというか、そういう動画撮るってなると、逆にカメラ回ってると普段通りできない。普段通りにしてもらうと困るんですよ。ね、うわ、きた、やば。おー、これ250円だよ、このお肉。え、そんな安いの？でもさ、すごい綺麗じゃない、色。あ、とか準備してくれてありがとう。本当割り勘ですからね、あって。300円くださいよ。350円あげるわ。350円、あ、いいの、この青木嬉しいです。この青木入れます。おお、上手だね、すくう。いや、バカにしてるでしょ。300円キムチ鍋。うん、まだこんなあるんだ。あるよ、残りが。今まだ150円ぐらい分。うん、多分金額で言ったらそうだ。何個あんこれってやばいね。でもね、最近太ったからね。太ってないって、ガリガリよ。太ったよ。本当にもうなくなっちゃいそうじゃん、これ以上したら。初期の動画と比べたらあれだよね。だいぶ丸くなった。丸丸もりもりだよね。そう、誰が食うんだよ。く福くんって言われてた。いただきます。いただきます。うん、すごいでしょ。実況席みたいな、ここ。今日何で勝負します？でも白熱するんだったらやっぱりダイラント。ダイラント、もういいよ。この青木ピカチュウでいきます。俺はやっぱりゴンザレス。あ、これ1対1でやるの。変態マスクマンね。ああ、変態マスクマン1対1。よっしゃ。そりゃそうでしょ、タイマンでしょ。これどうする、食器洗いとかかける？食器洗いまだね、他のゲームにかけたい。え、うまくない？本当？負けてんじゃん、青木。この青木。違うよ、電気ネズミよ。いや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 。おぉ！イエーイ！悔しい？え？いや、俺大人だから。あ、でっかい。楽しませてあげないですか。出てきてないよ、言葉が。神々よ。悔しくて。悔しいんじゃん。あと一回やる？あと一回だ。おれ？おれ！おい、男の子が出てんぞ。やばいよ。やばいやばいやばい。なんか。分かってんだよ。ん？もういいよ。分かったから。早く風呂入ってきな、風呂。忙しいんですか？え？忙しいの。ちょっとやんなきゃいけない。忙しいアピールでしょ、どうせ。好きだよね、これ。忙しいアピール好き人間。忙しいアピール好きだよ。忙しいアピール人間。早く風呂入ってきな。あー、すっきり。いつもこんな感じで、お風呂は別々で入ってます。見た通り、一人暮らし用のお風呂なんで、狭いんですよね。私が入ってる時は、わたるくんがあっちで仕事しててみたいな。いつもパソコンでずっと仕事してるんですよ。仕事してるから、洗い物はやってくれてないと思います。ではですね、今から洗顔をしていくんですけども、前回もお見せしたんですけども、このポレオのルナ3。こちらを使っていきます。大体この前から1ヶ月ぐらい経ったんですけども、どうでしょうか、肌の質感とか。結構肌は整ったと思うんですけど、どうでしょうか。人生で一番好きな時間って、お風呂入ってる時か、お酒飲んでる時か、焼肉食べてる時ですかね。今のこの状況あったらもういろんなとこに食べに行きたいもん。どこ行こうかな。丸くんとなんかキャンピングカーあれを借りて、なんかいろんなとこに行きたいですよ。お肉食べる旅とか。お肉食べる旅ってやめるな。唐揚げもいいんですけど、やっぱり
牛肉。最後にですね、仕上げにこちら UFO 専用マスクとこちら UFO 本体を使ってですね仕上げていきたいと思います。これ見えるかな。この UFO はあったかいモードと AN2 モードとか、あと LED ライト、 T ソニックが搭載されているので、2つのモードの組み合わせで短い時間でマスクの成分を角質層まで浸透させることができます。1段階上のスキンケアという感じがします。シートが朝用と夜用があるんですよ。こっち朝ですよ、でこっち夜。今日はあの夜用を使っていきます。でマスクの成分なんですけど、高麗人参とオリーブオイルの成分が含まれているので、どちらも肌に潤いをたっぷり与えてくれます。まずはですね、このリングのここをパカッと取ってマスクをですねほいっとのけます。そしてリングをこのように重ねていきます。パチッと、ここの本体のボタンを長押しします。おお、キラーン、スタート。ゆっくりと深呼吸してリラックスしてください。温熱フェイシャルトリートメントでリラクゼーション。このあったかいのも気持ちよくてすごい癒されるんですよ。この温熱モードによってより肌に保湿成分が浸透しやすくなります。このパックすごい香りもいいんでめちゃくちゃ気分が上がる。大体いつもは市販のパックとかを使ってるんですけど、この UFO を使うと吸水が早くなる気がするのでおすすめです。すみませんね、仕事終わったのにいきなり青春じゃん。ジェンガなんて我が家の恒例デスジェンガ、通称皿洗いジェンガ。なんで皿洗いってやばいやろ、初見じゃんけんぽい。はい、これでしょ。しゃー、じゃ先行。はい、怖くね、怖、エロい、エロいね、ジェンガって改めて。前もこんなこと感じたことないですけど、はい、なんかすでにもう傾いてる気がするんだけど、じゃあどうしようかな。たまにあるよね、こういう楽勝ゾーン、うん、ドゥードゥンドゥードゥン。分かった、ここだ、俺やっぱり。わお、もう俺分かっちゃった、この今の現状に対してどこを攻めるの、これあとね、5、6回で済んじゃうと思うの。ここね、ここだね。ちょっと沈んだね。おお、はい、この青木いきますよ。はい、お願いします。突き出してきやがった、こっちに。はい、あれ、うん、あれ、ダメなんだっけ。いいんじゃない。うん、いいな、はい、もう分かったよ。おお、突き出してくるね。この渡るも分かったわ。ちょっと待って待って、やばくない、ここあの渡る。危な、危なくない、今のめちゃくちゃ危なかったよ今。やばいよ、やばいよ、無理でしょこれ、絶対無理だよ。何、そんなに皿洗いやりたいの。参りました。くっそ、片付けもやんなきゃいけないし皿洗いもやんなきゃいけない。頑張って。大変だな。じゃあ私はここで寝転がろっかな。くっそ、この青木手伝ってやるよ。じゃあ、皿洗いを。これなんかすごい似合うね、皿洗い似合う。うん、あとちょっとじゃない？はい、ご苦労さん。ひひ、お待ちかねの晩食タイム。至福のひとときです。次ますよ。あ、いいよ、俺やるよ。いいんすか？だって負けたんだ。トク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 。いいね、いい。お疲れ様です。お疲れ様。でもさ、なんか車めっちゃ走ってない？道路とかだな、なんか雰囲気が海外っぽいの。建物のさ、作りがなんか日本っぽくなくない？うん、時間が超過ぎちゃうよね、これ見てるといつもね。世界のいろんな窓をこうやって見たりするのはさ、うん、いいよね。うん、休みって感じ。うん、なんかさ、疲れてるとことないの？え、
全身です。じゃあ肩もみする。いいの、うん、わお。好感度上げたいし肩もみしてあげる。好感度上がったら困るんですけど、ダークサイドで言ってほしい。ダークサイド大当たりです。ピッチング動画結構上げてくからさ、やば、最高なんですけど。これね、なんでやろうか。憎しみも込めれるな。言いたいね、言いたい、言いたい。ありがとうございます、最高。でもなんか眠たくなってきた。寝よっか。眠、酒飲むと眠たくなっちゃう。寝ます。寝よっか。これさ、寝ながらさ見て、ほら、プロジェクター。おしゃれ、買ってよかったね、ほんとプロジェクター。ホタルのさ、実家にも入れれば、導入したら栃木で、うん、栃木でマンハッタンということで、今回の動画が楽しいって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、LINE 公式アカウントと渡るくんの LINE 動画もお願いします。また次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう、さよなら。この後、ひちゃつきます。ぜひ。